채널 캠. 네え、皆さん、虹ってたまに見たりする？私はあんまり機会がないんだけど、すごく綺麗ですよね。いろんな場所で虹が出て、まさかな場所でね、水の向こうに虹が見えたりとか、あとはそうですね、今映ってる画像みたいに遠くに本当に七色のねレインボー、いいですね。私はオーバーザレインボーっていうスタンダード大好きで、たまに弾いたり聴いたりしてますけども、どう、みんな有名なメロディーですよね。オズの魔法使いとかでもね、有名ですよね。虹の彼方オーバーザレインボー。なんかさ、月も好きだし星も好きですけど、虹の曲って考えたらないなと思って、やっぱオーバーザレインボーにはかなわないですよね。このシンプルなメロディーが永遠にスタンダードと言われる王道かなと思うんだけど、ラバーたちはどう思う？ロマンチックでもあるし、ラバーたちと一緒に虹が見れたらいいなぁなんてかっこつけちゃったりもしますけどね。さて、あさってはいよいよ西崎健一のクラッセミスターホールで皆様と楽しい時間を過ごしたいと思っております。緊張しないでいいから、もう頭からノリノリになるからね。もちろん楽器のね、説明といいますかね、私が好きな部分とか、01と違ってこれは全然いいんじゃないのっていうところとか、皆さんもいろんなお持ちでね、気持ちも持ってらっしゃると思いますし、02どころか01もね、よくわかんないわっていう方もたくさんいらっしゃって大丈夫だと思います。学習会ではありませんので、ラフな気持ちで聞いていただければいいなと思ってます。西崎健一ならではの時間を提供したいと思っております。じゃあね、待ってるよ。